こんにちは。日本国憲法とはについてやっていきます。まずは大日本帝国憲法についてです。日本では1889年に大日本帝国憲法が発布されました。この憲法は国の政治の決定権である主権が天皇が持っているという天皇主権の考えに基づいており、国民は天皇が与える臣民の権利を持つと定められておりました。また帝国議会が開設されたんですが、国民は衆議院と貴族院の2つの議員のうち衆議院の議員だけを選挙で選びました。大日本帝国憲法は立憲主義を取り入れてはいたんですが、結果的に軍部の台頭を抑えることはできなかったということを歴史でもやったと思います。続いて日本国憲法の制定とその基本原理についてです。1945年8月に太平洋戦争が終わると、日本を占領した GHQ は民主化を求めていきました。政府が初めに作った憲法の改正案は天皇主権を維持する内容であったため、 GHQ は変革が不十分であるとしました。そして自ら草案を作成し、政府はそれをもとに改正案を作成することになりました。改正案は帝国議会で審議され、一部を修正して可決されることになります。こうして作られた新しい日本国憲法は1946年11月3日に公布、国民にこのような憲法ができました、今後はこうした憲法でやっていくのでよろしくお願いしますと目を通してもらう期間を設定し、そして1947年5月3日に施行、実際に効力を持つようにしました。この日本国憲法では、すべての国民が基本的人権を持つことを保障し、それを法律によっても侵すことのできない権利として尊重しています。大日本帝国憲法では、人々の権利というものは法律によって制限を受けるということが明記されていたはずです。ここが大きく異なってくるんですね。また、大日本帝国憲法での天皇主権を否定し、主権は国民が持つとし、さらに多くの犠牲を出した戦争への反省の上に立って、平和を求めて戦争の放棄を宣言しています。このように日本国憲法は大日本帝国憲法を改め、より良い日本国を作っていくために様々な変化が行われたんです。3つの基本原理はしっかりと押さえておいてください。日本国憲法は立憲主義や法の支配を実現するために、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という3つの基本原理があります。これはしっかりと覚えておいてください。こうした原則の下で日本の政治が行われているんです。続いて日本国憲法が定める政治の仕組みについてです。日本国憲法は大きく分けて人権の保障と国の政治の仕組みの2つの部分から構成されます。このうち国の政治の仕組みについては、立憲主義を取る多くの国々と同様に三権分立という考え方を採用しています。これは権力を法律を制定する立法権、法律を実施する行政権、法に基づいて争いを解決する司法権に分けて国民の人権を守るという考え方です。では最後に図を使って三権分立を説明します。憲法に従って3つに権力を分け、そして集中を防ぐことで国民の人権を守るという考え方ですが、その3つを紹介します。左下にあるのが内閣という機関です。ここでは法律に従って政治を行う行政権という権力があります。続いて国会という機関があります。国会は
政治を行うための法律を作る立法権という権力があるんです。そして右下が裁判所。裁判所は法に基づいて争いを解決する司法権があります。この3つの権力がそれぞれお互いに作用し合うことで人々の人権を守ろうとしているんです。これが三権分立。簡単にまとめると、権力を三つに分割することのことです。こうしたことを通じて人々の人権を守っているんですね。一つ一つしっかりと確認しておいてください。今回はここまでです。お疲れ様でした。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。概要欄に私が作っているサイトのリンクがありますので、よかったら活用してみてください。もももっと社会チャンネル。